当にトニーか俺かぐらいだよ。いやすごいところに見つけたねそれね。見つけた俺の天才的能力。いいなそういうの。うん。顔認識。あとあれもすごかったよ俺。その携帯でやったゲームで、色。色認識？うん。色認識の。色ってどういうことよ。色だって。色認識。色認識。もう、うん。どういうこと？例えば赤っつったって赤何十色もあるじゃん。ちょっと黄色っぽいのとか。ああそういうこと？それで。わ。パッて出んの色が。うん、そしたらやっぱ下に。何十種類も色があって同じ色を足すの。でも最終的にはものすごい似た色がいっぱい出てくるわけ。ああ同じ水色なんだけどちょっと薄めの水色とか。はいはいはい難しいそれ。それをパッてやったの、うん、したら、一番上のやつだった。もうこれができたらトップ。何トップトップ何なんかもうデザイナーとかになった方がいいやつ。おー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 本当もうそういうやつ達人みたいなやつ何しろ一番上のやつ。俺だから色と顔やばい。色と顔か、すげえなそれ。確かにそうだろ。顔認識やってみてえな。顔認識後でやらしてやるよ。じゃあそれは何、最初出たやつが単発でさ、うん、8人がみんなロン毛とかじゃないの、その7人1人がそんな簡単じゃないの。そういうんじゃないの。簡単っていうのそんな簡単じゃないの。だって途中ひどいんだよ。最初の1枚が横側なの、うん、ただの、うんうん横側なんだけど、次出てくる8枚の中は全部正面のことなの。なるほど、ああ難しいじゃない。そう何それ、みんなが真正面じゃないんだ。じゃないの。横側のやつが最初1枚出て、次正面とか、あと1枚だけサングラスかけてるやつが最初出てくるだけ、うん、サングラスかけた写真が。おそれで次の8人待ってるのはサングラスかけてないの。うわそれ俺ね、2個迷ってこうやっちゃったけど、間違えたんだけどね、そこは。はいはいはい、はい、でも、もう一個の方だった。なるほど、うん、そういう鼻とか口とかそういうとこ見ていくんだな、うん、その時は。ああ、そうだ。あはははあれやってみや、後で。覚えるコツあるんですか。そうコツはコツ。覚えるコツ。覚えるコツコツじゃないのか、もうそんなもん。覚えるコツ。コツ。やっぱこれほら、なんて言うんだろう、天才にコツを聞いたときに、長嶋茂雄にやっぱりバッティングのコツを聞いても無理じゃない。それと一緒で、やっぱ俺天才だから。天才？そうそう、顔認識の天才だから。コツとかないね、もうね。なんか活かせねえかな、すごい数合うじゃないですか。一回しか合わない人もいるし、仕事で。多分俺はきっと顔見て変な顔だなと思って。ああそういう覚え方ね。見てんだろうね。あそれで覚えんだ。とじゃあ曲ね。はい。今日はねこの曲かけようと思ってます。フジファブリック。フジファブリック。グリーンバード。メール読みますね。ラジオネーム、はい、立川の若獅子。うん。若獅子林。若獅子林。若獅子林。うん。中央線の喘ぎ声の件で、急遽連絡しました。おいいよ、うん。僕も20年以上通勤で使ってますが、うん、新型車両に変わってからこの喘ぎ声が生まれました。そうなんだ。エアサスと車体の動きによって喘ぎ声が出ます。人気バンドのマキシマムザホルモンのギター、マキシマムザリョウ君も興奮すると言っています。あ、そう。あのマキシマムホルモンの。へー。あと自販機の件ですが、私は仕事で東京駅の自販機を扱っております、うん、あの自販機は買う人を顔認証して男の人、あ、ついてたね、なんかついてる、ついてたね、うん、そう、なんかカメラついてて、これなんでついてんのって話になったの、うん、で男の人ならコーヒーや、女の人ならお茶、子供ならジュースと様々なパターンや顔認証でおすすめなのを自動的に選んで、ほら、選んでくれてた俺、うん、俺選んでもらったあれおすすめなんでってなったのなんでって俺午後の紅茶なんだよ、おすすめねそうだよ、なんでなんでってうん。あれ不思議だったそうだよ、やってた、そういえば思い出した、そうだ、そう、俺もそうだ、なんかあったな。またその日の天気や気温によっておすすめの商品が違います、うん。面白いのは疲れた顔をしているとエナジードリンクを勧めてくれるところです。仕事でパネルの自販機の補充をしていますが、通常の自販機の倍以上を売り上げております。また昨今では外国人も多く記念に買っていきます。読んでもらえば幸いです。へ、すげえ顔見てね、
ああ、すごいな。ただ、おすすめって、俺はいらないと思うんだけど、その記事。いる。俺、何書いてるか全然わかんないもん。そういう人いるのか。そう。俺、買う前からもう決めてるからさ、水なら水。いや。お茶ならお茶。いや。コーヒーとか。俺は、何決めずに行くの？あそこに。俺は何にも決めずに立つね。だって、飲みたくないんだから。基本基本飲みたくねえのに言ってんの基本飲みたくねえけど、何やるか何か買おうかな。でもなって俺が今後見ててみ全然選ばねえから。だって何にも欲しくないんだもん。だから超嬉しいよ、おすすめ。じゃあいいか。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネリーキー。ちょっとね、来ましたよ。メールがちょっとね、紹介しますよ。ラジオネーム、中山。おぎやぎさん、コムテンさん、こんばんは。こんばんは。僕の友達に一度見た人の顔を二度と忘れない能力を持ってる人がいます。スーパーレコグナイザーという能力らしいです。スーパーレコグナイザーね。ちなみにどんなに年を取ったり髪を切ったりしてもわかるそうです、テレビで見た犯罪者の顔なども一生記憶してしまうので、ニュースとかも見たくないと言っていました。はぁ、そんなスーパーレコグナイザーすげえじゃん。スーパーサラリーマンみたいな杉田くんのスーパーレコグナイザーで来る、わらがみ様スーパーレコグナイザー俺のこの能力を生かすさ、なんか欲しいね。じゃあほんと、ちっちゃい頃の、じゃあ、あれだね、クラス、まあ、同級生とかも今見てもわかるんだね、すぐね。街とかでね。わかる。パッと見て、もう43歳とかなっても。うん。犯罪者のじゃあ、もう顔も。そうだね、だから、よく貼ってあるよね、交番に。ああ、貼ってあるね。あるところ多分見てたら俺、すげえ見つけられんや。確かに、俺、ダメだ、じゃあ、あれ。あれを締めてある写真見てもさ、すげえ、なんであるんだろうっていつ思ってたの、あれ。なんでここに貼ってあるんだろうって。あんなの見たってわかんねえよ。そうそう。あれ見たとこで、女忘れるし、無理だよって、いつも思ってたの。あれはだから、スーパーレコギナイザーのために置いてる。そうだね。そういう人がやっぱいるんだね。で、そういうので、ちゃんと謙虚をするんだな。そうだね。ああ。いいね。すごいな。今日じゃあ、そういうメール募集しよう。はい。そういう特殊能力持ってる。特殊能力。うん。俺はだから色と顔ね。色顔ね。うん。だからそういう特殊能力を持ってるやつを集めてオーシャンズイレブンみたいな作るから。メガネビーキーイレブン作るから。おーかっこいい。うん。映画にすげえやつ、すげえリスナーが集まってくるわけ よ。僕これできますっつって。いいね、それはかっこいいな、映画とか。今、オーシャンズいくつまで来てる？ 12 はあったね。13まであるかな。ね。そういうのね。オーシャンズ、作るよ。オーシャンズ、オーシャンズいくつか作るから、今日。ね。まあ、特殊能力募集ね。はい、うん。ファックス番号東京 03-5562-9540。 メールアドレスメガネアットマーク tbs.co.jp。 すべて小文字で送ってください。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。CM 中におぎにね、なんかないの特殊能力って言ったら、大体いる場所が、